なりたくない時に頑張れる人が成功する。より大きくなるためだったら何でもします。もっとおもろい動画撮ろうっていう気持ちあったらさ、そういろんな意見出てくるんだ。瞬間が人を変える。今日は真面目な動画です。おコントじゃないの？コントじゃないです。普段ねこういう役演じてるけど俺らはどういう人なのかっていうのを1週間密着してもらえれば多分分かると思うから、お願いします。いいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ撮ってきます。演者でもあり企画構成を考える監督でもあるアナルタイリーダー、タッ自らをプロデュースしていくのが YouTuber という仕事である。もうちょい桁がいいの。疲れました。お疲れです。あのタッカが今一人でネタは全部考えてるの？今全部俺が考えてね。もう3人とかではないんだ。うん、昔は3人で1日交代ずつネタ回してったんだけど、もう去年ぐらいからは全部俺考えてるね。そのなんで今一人で考えるっていうふうになったの？最初その3人でやってたらさ、どっかでその方向転換があったから今一人なわけでしょ。多分俺はネタ考えるのが得意って気づいたのがきっかけかな。やっぱ初期の頃からネタ考えてた数って俺が多くて。あ、最初から多かった。多かった多かった、はいはい。でダイとケイタも考えてたんだけど、1年半ぐらいやってるとやっぱネタってなくなってくるじゃん。まあまあ引き出しができない。でもネタなくなってもインプットをめっちゃ俺はしてたから、ネタは尽きないわけよ、うん、でもダイとケイタとかのネタを撮ってる時になんか俺はいやこれ前やったのになとか、自分で納得いく動画ができてなかった、なんかもどかしさみたいなのがあって、多分俺は人よりそういうネタ考える才能があるって思ってるから自分で考えるようになったね。でもそれは一人の負担とかどうなの？今はダイとケイタに編集を任せて、俺はもうネタ考えるのに専念してるから、まあそれが得意だからしょうがないかなっていう。だから得意なことをやった方が絶対いいじゃん。うん、確かに。歌うまい人は歌やるみたいな、絵うまい人は絵描くみたいな。俺はネタ考えるのが得意だからそれをやってるだけ。さあ、東京に着きまして、これからどこ行くんですか？これからマナルタイのイベントが明日あるから。おーおー、今日はリハーサルです。はいはいはい、リハーサル前日の。そう、じゃあ明日イベントということで心境は楽しみ？いや俺はあんまりだね。え、おいまあ悲しむぞ。いやなんか俺人前に出るのとかあんま好きじゃないし、おいおい、キャーキャー言われるのも好きじゃないから、あらあんまやりたくなかったけど、まあ、ダイとケイタは、そのキャーキャー言われるの好きだから、まあ、2人やりたいならやるかっつって。でもやるからね、俺も全力でやる。いや、やる、なるほどね。それはね、あ、でも2人が最初にあれなんだな。それは高いチケット払って、確かにね、約1000人の人が来てくれるんだから。う、結構の規模だね。それはもう楽しませて帰ってしまいます。確かにね。俺このイベントのために14万のスーツ買ってるからね。あ、そうだ。なんだかんだ俺イベントやりたくないなとか言って一番気合入ってるかもしれない。確かに。まあやるからにはね、全力でやんないと失礼なんで。間違いない。素晴らしいですね。リハーサルも頑張ります。なんかね、後ろの人にもちゃんと楽しんでもらいたいから、そっち多めに振りたいよね。あ、奥の方ね。緊張しそう。どう？ペペペペペペペ。ケイタ君の服着てる時はさ、余裕だね。でも全然緊張なくし、どうした？東京来るとね、体調あんま良くないんだよね。なんで？なんかあんの？いや、いつものルーティーンがちょっと崩れるっていう。ああ、移動とかね。そう、北海道だったら朝起きて、はいはいはい、ちょっと走って、筋トレして脳を起こしてってやるけど、東京来るとホテルにジムとかついてないとさ、はいはいはい、体起きないし、食べ物も外食が多くなっちゃうからさ、はいはいはい、なんかあんま体調が優れない。ってことは北海道いる時は割と自炊とかちゃんとしっかりした食生活と生活リズム？めちゃめちゃ食生活しっかりしてる。俺もオリンピックのメダリストのアスリートたちと変わんない食生活で送ってると思う。
意識高っ。いや、そんぐらいがさ、ちょうどよくない？サッカーの場合は、演者でもあり、プロデューサーでもあり、監督でもありみたいな、確かに。全部になってるから、体ぶっ壊れたら終わるもんね。いや、だから体調崩せないなってめちゃめちゃ思うよね。確かに。今それは何の編集してるんですか？イベントのオープニングの映像です。え、もうあとだって今日だよ。今撮ったやつを入れました。うわ、じゃあすぐ速攻編集してんだ、撮って。リアルだ。でもこれ喜ぶね、ファンの人ね。ね、あ、さっき行ったとこじゃんみたいな。はい、よし、じゃあ。じゃあ行こう。はい、試合みたい。すごいね、1000人も来てくれるなんてありがたいっすよ、ね。しかもなんか老若男女らしいんでしょ、ね、3年前なんてさ、ニートだったからね。成り上がり人生だ。それが今じゃ1000人規模のイベント抽選ですよ。漏れてる人もいるわけだからね。ありがたいね。ありがたい。緊張してるの。最初はあれ、普段生活してて緊張することってないからさ。そうだね。あのステージの横で待ってて出る前のあの緊張感はやっぱさ、うん、たまんないよね。なかなかね、人生で見れるもんじゃないもんね。謎にケータとダイと出る前握手するっていう、うん、してましたね。頑張ろうぜみたいな、なんかね、無言の握手。今日はこれからみんなでパーティーです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。吐くまで食べましょう、乾杯。はい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 。まあ、やる気ある日に関わらず、やることはやるって決めてんだ、うん、はい、やる気に左右されるのがめっちゃ嫌なんだよね。はいはいはい。でも習慣づけるのさ。なるほどね。習慣が人を変えるって本に書いてた。いや、本かよ。俺なんか今、あ、なんかいいこと言ったからこれあれかなと思った瞬間。これから新聞社の方にちょっと行ってきます。新聞社？なぜ？なんで？なんか俺らって、うん、YouTube の中でしか知名度がないわけじゃん。はいはいはい、はい。でよりマナル体を大きくするためには YouTube 以外の認知度も上げないといけないから、これからテレビ局と観光協会と新聞社に行って、うん、YouTube 以外のメディアでもっと広い認知を取れるように今から自分たちを売り込みに、まあ、営業だね。あ、その移動なんだ。じゃあ今日は撮影ってよりも裏方的な。そうだね。マナル体がより大きくなるためだったら何でもします。この営業がうまくいくかいかないかは分かんないけど、うん、やらないよりは絶対やった方がいいじゃん。確かに。これからまあテレビ局とか行くけど全然そんなんやりませんって言われる可能性もあるけど。ああ、そっか、まだ本当に分かんないね今の段階は。知名度が上がるんだったらどんどんいろんなことやってきたよね。着きました。かな。こいつトレーニングシューズにイージー使ってんぞこいつ。俺どんだけ豪華な使い方してんねん。疲れてから筋トレするのが一番効くのよ。疲れたって寝たいじゃん。でもそこでもう一踏ん張りできる人がいずれ成功するんだろうなっていう、なんかね、あるのよ俺の中で。やりたくねえよ。まあでもよ、もうサボらずずっとやってたもんね今。やりたくない時に頑張れる人が成功するって僕は信じてます。これ使わないで恥ずかしい。しかも今、いやちょっと、いやずるいな今。今言い切るのをつなげたから本当にカットしてないやつだよこれ。なんでそんなすんの。いや、やっぱ YouTuber ってさ、体が商売道具じゃん。まあ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 、はいはい。だし、この姿をさ、何十万何百万人の人が見るわけじゃん。だったら毎回万全の状態で見てもらうのが礼儀かなっていう。それガチ？これガチ。
面白いのは当たり前だけど、でも俺ものじゃん動画の中では。まあまあまあ、ものとしてちゃんといいものでありたいっていう、はい、一番はあれじゃない、かっこいいって思われたい。ああ、何、女の子に？いや男に。あ、男に、うん、あ、女の子じゃない。女の子好きだよちゃんと。あ、男の人に、うん、うわタッカってかっこいいなって思われたいね。あ、そうなんだ。俺昔から顔に自信なくて、うん、自分で自分のことかっこいいって一回も思ったことなくて、でも顔ってもうどうしようもないじゃん、うん、だったら他でかっこよくなるにはもう生き方、内面とファッションしかなくない、うん、顔ダメなんだから、うん、だからもう中身とファッションでかっこよくあろうって決めてストイックになったし、ファッションも気遣うようになったね。一応リーダーだからさ、うん、なんかリーダーがダラダラしてたらメンバー心配なん？まあ確かにね、そうだね、ついてきたいってなるじゃん、ならないじゃん。うんうんうん、めっちゃ遊ぶよ。めっちゃ遊ぶ？めっちゃ遊ぶ。絶対遊ばないとね、面白い人間にならないんだよ。ああ、そういうこと？だってトーク一つにしてもさ、うん、遊んでる人の方がトークっていっぱいあるわけじゃん。仕事とこの遊びの幅が大きければ大きいほど人として魅力的に感じるんだよね俺は。その毎日決められた作業だけをやってるんだったら、うん、俺も休みの日はネットフリックス見てゴロゴロしてでいいかもしれないけど、うん、毎日新しいネタを考えなきゃいけないからさ、うんうんうん、だったら外出ていろんな情報をいろんな遊びしないとやっぱね、クリエイティブなアイデアは出てこないよね。あと家にいてストレス発散されないかも。俺ストレス感じてるんだろうな。でも正直感じてる。いや、めちゃめちゃ感じるでしょ。ネタ考えなきゃいけないプレッシャーと再生数を上げていかなきゃいけないプレッシャーがあるわけじゃん、リーダーとして。俺がおもんないネタ考えてたらどんどん落ちてってさ、結果周りに心配させちゃうじゃん、メンバーに。そのストレスってあるかもね。まあ、でもやらなきゃいけないっていう、なんか俺目線からのタッカーすごいなと思ったら、それをあんまり見せないところはすごいなと思う。